たせしちゃったわね。マトーヤ様からの助言を受けて、みんなの体にひとまずの処置をしたところよ。これで今しばらくは生命力の揺らぎも安定してくれるはず。それで第一世界でのみんなの様子はどうだったの？なるほど。そのベイクラグさんという方の協力で少しずつ帰る方法の研究が始まっているのですね。確かに白星石を使って魂を運ぶというのはいいアイディアだと思うわ。なら私たちは研究の進展を信じて肉体の維持に全力を尽くさなくっちゃね。折よく来てくれていたか。話が早くて助かる。よ、無事に旅先から戻ったようじゃないか。動乱の帝都から脱出して帰還しようとしていた道中でリオルとかいう暁の実帝と出会ってな。ひとまずここに立ち寄らせてもらった。帝都で動乱って一体何があったのですか？さてどこから話したものか。お前たちから帝国の秘密兵器の調査と始末を依頼され、ラザハン経由で帝国領に潜入したんだが、ある属州の魔導工場で漆黒の王老、いや今は影の狩人と名乗っているんだったか。とにかくガイウス・バイサルと出会ってな。教頭を打診され、帝都まで同行することになったんだ。そしてその中枢魔道場にて俺たちは驚くべき人物と出会うことになる。アシエンから肉体を奪い返したあの男、ゼノス・イエー・ガルバスだ。しかも奴は俺たちの目の前で父親でもある皇帝バリスを殺害、激昂したガイウスがゼノスに切りかかり、
俺の過去を見たといったところか。私が見た光景も同じよ。さすがに追体験するほどの強烈な原子じゃなかったけれど。やれやれ、その犬を直に見たのは久しぶりだが、なんとも奇妙なものだな。ともかく肉体を取り戻したゼノスは、この兵が来ると興ざめしただのと抜かして消えやがった。その後の行方は用として知れずだ。まさかあの時のアラミ語での超える力の研究がこんな大事を引き起こすだなんて。死を超越して他者に憑依してたばかりじゃなく、自身の体を取り戻したなんて、信じられる？まるで不滅なるアシエンだわ。常識外という点では、次元の狭間を越えて異界を旅してきたどこぞの英雄殿も大概だとは思うがな。ともかく皇帝を失った上に皇太子だったゼノスも消えたとあって、帝国は大荒れだ。しばらくは侵略戦争どころじゃあるまい。黒バラに関しても、理由はどうあれゼノスが使用を阻止した。これらの情報は今頃リオルとやらがエオルゼア同盟軍に伝えてるはずだからな。あとはアイメリクたちお偉方に任せていいだろう。確かにギムリトの戦場も落ち着きそうね。内乱となれば帝国の属州の今後が心配だけれど。ところでガイウスはどうしているの？途中までは一緒だったのでしょう？ああ、ヤスとは帝国本土を脱出した後で別れた。何でも新たな脅威を察知したとかでな。詳しいことは分からんが、ヤスと過去に因縁のある存在が皇帝不在の状況で動き出した気配があるそうだ。一時とはいえ共に行動して感じたが、もはやガイウスはエオルゼア侵略を企むような男じゃない。自由にやらせておけばいいさ。そうですね。でも新たな脅威と言われると、なんだか漠然とした不安を感じてしまいます。リオルさんや東方の忍びさんたちに情報を共有して警戒を強めた方がいいかもしれませんね。さて、俺からの報告は以上だ。対応を依頼された黒バラの脅威も去った今、契約は終了ってことでいいんだろ？はい、それはそうなのですが、賢人の皆さんもまだお目覚めになっていない状況です。よければもう少しここで一緒に。悪いが、約束は約束だ。ガイウスがそうしているように俺も好きにやらせてもらう。突然の協力要請に応えてくれて感謝しているわ。アルフィノ君が慕うだけのことはあるわね。
それじゃな、相棒。今度は戦場で倒れるような危なっかしいことはしてくれるなよ。私たちも解散しましょう。原人たちの肉体についてはこっちに任せて、あなたはゆっくり体を休めておいてね。